今スポーツ？スポーツ。スポーツだからだ。クラッチのつながりがダイレクトか。早い。早い。結構早いね。早い。後ろがついてくるから気持ちいいですよ。四駆みたいな感じ。そうそうそう。ずっとスポーツモードやな。ゾーン30で EV モード EV です。ゼロエミッションモード。ゼロエミッション。ちょうどだからこの街中のゾーン30に合わせてんだね。バッテリーの容量とかスピードとか。そうですね。ハンプあり5、6キロぐらいということですか。 600m だからバッテリーを持つと。全然持ちますね。はい、よいしょ。低速化やないと、はい、解除ここと解除されます。おお。これでオートモードに自動的に。あ、全部からね。あ、頭いいじゃん。まあプジョーが頭いいっていうかこう社会システムが全体がうまくできてるね、フランスは。まあでもそのうちそうすると街中入ったら勝手に EV モードになるとかになるんですかね。まあ GPS でナビで場所拾ってるからね。ドイツ人はそこやるだろうね。うん。キミさん、プジョー待望のハイブリッドはディーゼルから。そうですね、3008ベースで、はい、まあ、ハイブリッド4っていう名前がついてますけど、はい、まあ、4は4駆、うんうんうん、で普通のね FF のアーキテクチャーで、はい、フロント駆動でリアだけ電気モーターを持ったアクセルをドカンとつけるから、はい、工場もそのまんまのラインできると、うん、なるほどなるほど。じゃあ氷にちょっとした、ね、そうそうそう、アクセサリー、アクセサリーじゃないですけど、うん、つけるぐらいで済む。だからまあ3008系だからね、うん、あのトーションビームのサスじゃなくて4毒のサスを1個作ってドカンとつければ、はいはい、電気アシスト4駆になっちゃうと。なるほど。ちゃんと SUV の形をしたこの4輪駆動にチャーになったわけですね。そうだね。それでまあエンジンがディーゼルなんで、はい、まあ、ディーゼル単品で言ってもね、うん、相当速いし力強いし、気持ちよく走るんだけど、それに電気モーターのアシストがあるでしょ、はい。しかもじゃあエンジン止めちゃうと、はい、あのこれは今北フランスのね田舎、はい、そのカントリーを走ってるんですけど、はい、まあ、よくその村の中行くと今ゾーン30、はい、そうですね、うん、まあ、これはあのなんかロバ君がいたんでこれゾーン3ぐらいになってますね。ゾーン3ぐらいですけど、はい、街の中心部はねもうスピード出しちゃいけませんよっていう看板が出てくる、はい、そうですね、うん、そういう時にエンジン止めて、うんうん、EV だけで行けちゃうんだよね。おお、なるほど、うん、だからバッテリーちょっと多めに積んで、うんうん、EV 走行の距離を数キロ走るようにして、はい、だからねフランス人ってねこういう、うん、本当にその自分たちの、はい、生活に根ざした車作りをするのがものすごくうまいですね。あ、社会システムにマッチした車作り、うん、日本人も見習いたいですね。だから郊外に出たらエンジン、郊外から街中に入ったら今度 EV。 そう、ゼブは、うん、あの EV 走行でね、オートが自動でね、うん、で4つもモードがあって、なんかフランス人ってちょっと不吉祥じゃねえかなと思ったんだけど、はい、こんな複雑なシステムをねよく作ったなと思いましたね。なるほど、期待したいですねこれも。はい。